皆さんこんばんは。今人生一番危機を感じている元男の子のアウカノンと、はい、渡るです。今日はいや来たね、ついに。もう私帰りたいんですけど。いや俺も帰りたいよ。俺ここ指定された時もほんと正気の沙汰かと思って。今日ペヤングあの激辛のやつ、バンジャー最近出たやつ、うん、あれがどうしてもコンビニ回ってもなかったんで、もうここは一番激辛どころで有名な赤い壺さんにチャレンジしてやろうと。はい、やりましょう。で、渡るくんはどんぐらい激辛強いんですか？結局10倍食べれます。いや、わかりにくい、わかりにくい。わかりづらい。いやでもね、ここ本当に録画、ね、めちゃくちゃ有名で、はい、メディアに超出てるから。 あれでしょ、私が好きな元東方神起のジェジュンさんが来たんでしょ、ここに。そう、来てた。全然もう辛くないです。ジェジュンめっちゃ好きなんですよ。だから、うん、それは俺もね。いや、嫉妬させようと思ったの。こちらでございます。めくる？めくれなくていい。このここだよ、ここ。イカとニラのハバネロチヂミ、めちゃめちゃ辛いらしいんですけど、これね、私の知り合いが鼻血出てたの、辛すぎて。だから私たちは多分吐血すると思う。注文しますか？よし、注文しましましょう。めちゃめちゃ緊張してんな、カミカミやん。カミカミ。すいません。これって完食率大体50組に1人で食べても10人で食べても完食なの。半額限定の10回のメニューが、どうしよう。激辛海鮮チャプチェ。これはどんぐらいですか、完食率。発売してからまだ20組ぐらいしか完食してないんで。20組、やば。そしたらじゃあ2枚で、はい、はい、お願いします。わかりました。2020年めちゃめちゃ字綺麗だね。やば。ディスってる。今まで食べた激辛料理で一番辛かったのなんですか？もしかしてサフラン、あのカレー？あ、違う、あれはね、まだ一回も挑戦したことなくて。行った方がいいよ、私余裕で食べれたもん。あ、ちゃんと俺、あの動画見てるから一緒に行こうかも。いや、遠慮しときます。こちらからのハバネロチヂミでございます。あ、めっちゃ美味しそう。無理はしないでください。あ、はい、失礼いたします。これ最近皆さん見てください、赤い壺さんの署名書かせられるほどのチヂミですよ。じゃ同時にね、来たらね、スタートしようね。何なのこれ。はい、それほぼだって顔芸でしょ。絶対ね、視聴者さんみんな顔見てるから、その時あんまり指先見てないと思うんだよね。最近気づいた。あんま簡単だ。うん、何ちっちゃい子にやべえ、マジで拾うな。そうね、出していこう。そんなにやばい？え、やばいと思う。今のうち笑っとこう、ね、たくさん。ちょっと驚かせないで。激辛ペヤングでどっちやかない。お話になるのに激辛ペヤングはそもそも辛くないからさ。本当に余裕だった、確かに。あんなのですね、飲み物みたいなもん。私韓国のさ、韓国人が食べれないレベルの辛さのチキンを食べたの。2日間体調崩したからね、滞在中。それを超えてくるからよね。すごい、なんか師範みたいな。超えれるのここはみたいな。うん、来た。美味しそうに見えちゃう。めっちゃ美味しそう。あのチャプチェの唐辛子抜いたチャプチェ完食で症状を起こす。おー、なるほど。はい、症状欲しい。症状欲しい。症状欲しいよ。いただきます。いただきます。バスで、うわ、外れます。あ、そうなんですか。いけ。美味しい。美味しくない？うん、大丈夫。あ、でもこれすごい後から来るね。あ、本当？うん、違うの。これすごいね、後から来るね。俺がチャレンジするみたいな。喋れなくなった。チャプチェ行きましょう。行く。汗やばい。いきます。チャプチェ10。これ10辛でございます。おー、美味しい。マジ？うん、
おぉね、うん、飲み物頼まね。おぉ、いいよ、別に。いや、これ辛っ。全然辛くないよ。なんか熱いんだよね。それを多分辛いって言うんだよ。顔変形してたでしょ。いや、そうでもないよ。元からだよ。誰が元からだ。気休めなんだ。あ、どうぞ。なきさん。はい。あ、やばい。おぉ、早く食べな、死ぬ。あ、あ、でも半分いったね。うん、これ無理だよ、無理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 。お腹が。明日仕事だよ。手がさ、めっちゃ痺れてんだけど。うん、全然痺れてない。来た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 。気休め救済セット。気休めって何よ。全然気休めじゃないの。勇者だよ。こちらがですね、練乳牛乳でして、こちらチョコレートとリンゴのコンポートレモンです。練乳牛乳よく混ぜてからお飲みください。これは、あ、なんか、お、すげえ助かる。これウルトラ助かる。ウルトラ耳が詰まってる。なんか右耳、なんだこれ。おお、え、これなんか辛さが一気になくなった。え、全然辛くないんだけど。え、なんか私復活しました。復活してるやん。ちょっとこれカットお願いします。はい、騙されます。ガチ目にやばい。ちゃんと騙されます。このなんか復活してきた。じゃあ行こうかな。ヴァンパイアチキンの少なくとも2倍は超えてる。このチャプチャに関しては壊れる体。さっき食って感じた。身の危険を感じたでしょ。めっちゃ見える。これさ、これは頑張っていきたくない。これは行こう。チャプチャ絶対食べちゃダメ。あの浅め半分で食べたら死ぬ。こっちのでかいやつ。ありがとう。もう泣きそうだ。じゃあちょっとカメラ近くで。うん、ごめんなさい、ごめんなさい。やばいっしょ。全部だ。マダル君の分までうち頑張るわ。このチェリー食べるよ。これうちが応援して今に追って食べる。口の中にタイザーさせたら死んじゃうから。ごめんなさい。飲んだ。いやー、マジすごいわ。本当に本当よく頑張ってくれた。いやー、美味しい。でも美味しかったよね。うん、美味しかった。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お誕生でございます。やったー。じゃあお名前だけでお願いします。はい、いただきました。ありがとうございます。はい、チーズということで、チャプチェの方は残念ながらちょっと体の限界
が来てしまって食べれなかったんですけど、八からの、まあ、お店の看板メニューと言われているあのチヂミは食べることができました。もし今回の動画が少しでも楽しかったっていう方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。お願いします。あと Twitter、Instagram、あと TikTok と、あと最近ノートという、記事を書くサービスを始めたので画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。なんで口が騒がない。